個人総合銀メダリスト、ドーハアジア大会体操男子日本代表キャプテン水鳥久志、念願の金メダルに向けての演技が始まります。そうですね、いよいよスタートですね。予選 15.850 の高得点、目標となる得点は韓国キムジフンの 15.725 です。まあ、普段通りの演技ができればというところだと思います。離れ技の連続、はい、いいです。伸身の小鉢、そして最高難度のコールマン、ちょっと近づきました。そして小鉢、はい、大丈夫ですね。着地がメダルの色を決めてきそうだ。水鳥のフィニッシュ、一歩ですがよく耐えた。晴れやかな表情で水鳥フィニッシュしました。そうですね、一箇所コールマンのところでちょっと詰まりましたけど、あとは良かったと思います。 A スコアも 6.4 ありますので、高得点が出てくるんじゃないかと思います。今大会個人総合で銀メダル、世界選手権で決勝にも残れなかったという屈辱をこのドーハで晴らしました。そうですね、個人総合2番というのは嬉しかったと思いますね。そして得意とするこの鉄棒、離れ技の連続がこの水鳥の持ち味、まあ豪快ですね。ここですね、一つ難点があったとすれば、はい、ここの肘の曲がりがどのぐらい減点されるかというところだと思います。実施については B 得点10点満点の減点法で採点されていきます。まあ、あとは良かったと思いますね。したがって難度に相当する A 得点 6.4 あるいは 6.3 というキムジフンよりは少し高いアドバンテージがありますので、まあただ個人総合の時に 15.75 ですか、はいですかね。まあその点数が出るかどうかというところだと思います。着地も、まあ、一歩前に動いて、その分が最終的にどう反映してくるでしょうか。そうですね、ただ水鳥は全てをやり遂げたという充実感にあふれています。この後中国数外、そして日本富田が控えます。まあ、この後も中国の数外選手がどのような演技してくるか楽しみだと思います。現在トップ韓国キムジフンは 15.725、 2位が中国4位の 15.500 です。日本水鳥得点 16.075、 残り2人でメダルを確定させました。よかったですね。